前に上げた動画では頭と尻尾が完全になくなったウグイを私の手から食べさせることができました。これはアオリイカを餌付けする上で大いなる前進だったわけですが、今回はさらにコスパを上げるためにウグイからも脱却してスーパーで売られているような食材を食べさせていきたいなと思います。というわけで、まず最初に私が用意したのはこちらのイワシ。もうおろしてあります。10枚入りで約300円、スーパーで買ってきました。ウグイや車エビに比べるともう圧倒的に安いですよ。これをボクちゃんの目の前に持って行って食べてくれるかっていうのを見ていきたいと思います。はい、イワシです。はい、どうぞ。美味しいよ。割と早く行ったな。あ、よかった。ありー、割と早く行ったな。あ、よかった。ありー、へえ、なんでだろう。この何、イワシの開きが、開いているがゆえにつかみにくいみたいな、そういう感じかな。ぷへーってしてるし、ちょっと拾いたいんで邪魔なんですけど。はい、ちょっともう一回食べない？おーおーおー、食べた食べた。ぷへーってされた。あー、やっぱりダメか。ちょっと今半分にちぎってあげているんだけど、もうちょっと食べる感じないですね。イワシはダメでしたので、次に用意したのはこれもスーパーでよく売られているバナメイエビです。10尾入ってるから1本40円ぐらいか。でこれ尻尾がついてるじゃないですか。前水槽に車エビを解き放った時は尻尾から車エビ食べてましたよね。だからこのバナメイエビも尻尾ついてる方がいいのかなと思ったんで、尻尾を見せながら垂らして食べさせてあげようと思います。やっぴー。はい、エビです。美味しいよ。すごい寄ってはきてるな。興味があるのは間違いない感じですね。なんか時間の問題な気がするな。美味しいよ。来た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 。来た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 。え、ちょっと待って、全然尻尾から食べてないじゃん。頭からかぶりついとるな。じゃあ別にわざわざ尻尾のついたエビを買ってくる必要はなかったんだ。まあでも美味しそうにチュパチュパ食べてますね。よかったよかった。もうこのぐらいのエビだともう1本丸々足で包み込んじゃいますね。でくちばしでガジガジと食べていくイメージかな。かわいい。はい、エビでーす。どうぞ。尻尾はついてないけど、あ、なんか匂い嗅いだ感じが、あ、おう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 。
食べたじゃん。やっぱり頭からでも食べるんですね。尻尾がついてるとかあんま関係ないんだな。先日あげた時はもう尻尾とかどうでもいいってことが分かったんで、もうこの尻尾の部分完全に取り除いてあげます。こうするとね、掃除レスで済むんですよ。この尻尾ポイってするんで、それ取り除かなくて済むんで、この状態でボクちゃんにあげていこうと思います。はい、エビだよ。わ、なんか今日可愛くねえな食べ方が。おー、来た。できたって仕事ができたってお金があった